どうもスティーブ・ジョブスがいつも同じ格好をしているのと体育教師がいつもジャージを着ているのとではちょっと意味が違うよね。ではおなじみ、こうです。ね、はいでは始まりました。あのー、今日はですね、えー、あまり語られない教師のやりがいということで、えー、話していきたいと思います。あのー、今ねあのー 教員採用試験に、えー、受ける人がどん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 減ってきているというニュースがあったりですとか倍率がね、すごく減ってたりね、えー、また暗いニュースも多いじゃないですか、あの給特法だったりとか、えー、変動労働時間制とかっていうことでまあ、教員にとってすごい暗いニュースがね、えー、多いですよね。 あのしかもまあ社会的に、まあ、先生なのにとか、ね、先生ってって言われるような立場ですごくねあの難しい時期に教員をされていたり教員になろうと思っている方が多いと思うので改めて あの、教師のやりがいって何なのかってことについて、ちょっと、あの、一緒に考えていけたらなっていうことを思っています。で、これは、まあ、あの、採用試験とかで、まあ、言えることもあれば言えないこともあるかもしれません。うん。ですが、まあ、やっぱこれって、教師のいいとこじゃないっていうところを話すことによって、か一緒に考えることによって、あ,あ、教師も捨てたもんじゃないな、というふうに思ってもらえたら嬉しいなということを思っております。よろしくお願いします。はい。では、早速、一つ目です。うん。一つ目は、あのー、 やりたいことができるということですね。まあ、ちょっとざっくりですけども、やっぱ企業とかって、うん、そんなに簡単に自分のや,れやりたいことできないと思うんです。ね、こんな商品開発したいなとか、ね、えー、こんなアイデア出してみたけど、ね、あの、会社で取り入れてもらえるかなっていうふうに思った時にすぐにね、やっぱり取り入れられない。 うん、やっぱりかなり大きな単位で動いてるので、えー、なかなか動きにくいですしやっぱ結果を出して少しずつやっていくっていうイメージがありますが、えー、やっぱ先生というのはあのー ククララススを持っっているるで、でででやりたたなと思ったらそれがすぐできるんですぐきんね。だから、あの、ある日に本を読んで、あ、これいいなと思ったら、すぐに、えー、次の日に実践できるということが、すごくいいことかなというふうに思います。こういう授業やりたいなとか、これやったら面白そうだなということが、基本的にできるということですね。うん。まあ、確かに学年の先生との歩調合わせだったり、まあ、学校全体の雰囲気として、先生のね、雰囲気として、やっぱりやりにくいなと思うことはあるかもしれませんが、まあ、クラスの中でだったら、そう言われることはないので でえー、やってみるといいのかなということをやれることがいいことかなというふうに思います。ねえー、あとですね、あのー、学校とか子供というワードっていうのは結構効果的で、そういう言葉を言えば普通できないことができたりとかするんです。うん、あのー これは授業という、まあ授業でもそうですけど、まああのなんかの活動をしたいなと思ったときに、外部の人を呼んだりとか、外部とのつながりで何か行事事だとかやろうとするときに、すごく、あの、学校子供というワードはね、協力です。うん。な、外部はまだ学校に対する信頼があったり、 すするんですよねそれはやっぱ利益を求めていないっていうところが結構大きいかなというふうに思っています。うん。あの、また、その、そういう人とか方々とか、先生、あのー、会社とかって、まあ、子供に、まあ、そういう願いとかメッセージを伝えたいという方、意外に多いんじゃないかなっていうふうに思うんです。まあ、実際に会った人も多いので、そういうのをすごく効果的です。例えば、僕、あのー、初任の時の <laughs> 学校で、あのー、 幸福に、あのー、スポーツ会社の工場がありまして、で、バッと作ってるんですよね。バッと作ってた工場があって、そこと20年間全然そういう学校関係との仕事がなかったんですけども、ちょっとあの見学させてもらうことになりまして、なったというか、まあ、ちょっとこじつけまして、うん、見学させてもらったんですけども、すごく、あのー、子供たちも喜んでて、僕も、あのー、中田翔選手、日ハムの中田翔選手とか、あのー、 ライオンズのおかわりくんとかのバットを作っているパリーグのその会社のバットを全部作ってるっていう、えー、方と、まあ、握手させてもらったりとかしてあすごく嬉しいなと思いながらそういうこともできたりとかね、あのー、するんですよね。とか、あのー、 車のトヨタの部品の工場。これも二十何年ぶりにちょっとあのやらせてもらえませんかってことを言ったら、まあそうやって取り付けることができまして、見学行かせてもらったりとかできたんです。とか、まああの、まあ友人を、まああの、学校に呼んであの演説をしてもらったりとか、演説というか、あのスピーチをしてもらうあの、夢について語ってもらうということがありました。まあ、あの リーマントラベラーっていう、あのー、ことをやってるんですけども、まあ、夢を語るっていうような場で、まあ、あのー、PTA の人を通して、そういうふうな、えー、人を呼んで、 えー、なかなかね友人を呼べるなんて思ってもいなかったのでその時の高校時代にそうやって、あのー、友達を呼んで子供たちの前で話してもらうっていうところができたりとかするってすごく素敵な体験だなっていうことを思ったのでそんなにあに、のー、こうやってやりたいなと思ったことが、まあ、最初クラスの単位かもしれないですけど学校の単位とかでできるようにやってくるってすごく楽しいなっていう風に思うんですうんでそれって、あのー、先生っていうブランド学校 を使うからこそできる話だと思うん。です、うん、あの例えば、あの死ぬこと以外かすり傷っていう本、を出して私、箕輪康介さんっていう方がね、いるんですけども、有名ですけどもね、あの堀江門の多動力とか一緒に編集してた人なんですけども、この人は、幻冬者っていうところのあの会社の,あの一編集者なんですけど、編集者を辞める気はないっていうふうに言ってるんですね。だからその編集者っていう、まあ、 えー、立場、検討者っていうブランドがあるからこそできることがたくさんあるというふうに言ってるんで、教師もそういうブランドを逆に利用するっていうところができていくと面白いんじゃないかなっていうことを思います。はい、一つ目ちょっと長くなってしまいしましたが、それが一つです。はい、二つ目はですね、あのー、若手でも、 ベテランに勝されるるとととこころがあるということです会社はやっぱりまだまだ何といっても年功序列が多いかなと思います。なので、やっぱりあの年配の方には頭が上がらないというのが多いんですけど、これ、先生は若手でもベテランと遜色なく働くことができます。あの例えば、あのー、パソコン操作。 うん、あのー、操作だったり、文章打つだったりとか、そのパソコン仕事においては、あのー、かなりベテランの先生よりもすごくできます。うん、なのであの、逆に教えてあげるっていうことができるんですね。ここどうやってやればいいのっていうふうに言われたときに、こうやってやるんですよとか、で代わりに打ちましょうかっていうふうに言ってるとすごく感謝されます。うん、なので、えー、ぜひそういうことが、あのー、やってあげられるといいですし、その点でもなんか、 うん、仕事の上で、まあ、対等とは言わん絶対言えないですけども、でもちょっとあのベテランの先生に、あのー、まあ、される部分があるんですよね。で、あとはですね、あのー、若いってだけでやっぱり子供に人気です。うん、ベテランの先生も人気の方見えますけど、やっぱり若い先生ってだけですごく子供も寄ってきてくれますし、あのー、 遊んだりとかすることで、えー、すごく仲良くなったりとかして信頼もつかみやすいすごくあのー、関係を築きやすいというのがありますねあのー、授業とか生活でも多少無理してでも子どもたちが先生好きってだけでカバーしてもらえるのであのー、それをベテランの先生はまあ、技術とか技術力とかねそういう人望とかでカバーしていくんですけどもまあそういうふうなことがなくても まあ勉強していかないといけないんですけど、なくても、そうやって、あの、ベテランの先生と対等に、えー、頑張れる部分があるっていうところは、すごく大きいなってことを思います。ただし、まあ、やっぱりね、ベテランの先生へのリスペクトは、えー、欠かされないことが、えー、大事だと思います。が、まあ、やっぱ働いていく上で、この自己有用感的なことは感じやすいんじゃないかなと思っています。えー、最後です。最後は、んー、ずっと若くいられるってこと。 です、うん、<laughs> あの先生って結構年齢不詳じゃないですかね。特に小学校の先生とか。見た目より若い人多いと思うんです。うん、なのであ、まあねあの、男性の先生とかね、ちょっと気苦労で頭がっていう方もいるかもしれませんけど、結構若い人多いです。で、それはですね、やっぱ子供たちの前に立ち続けているからだと思うんです。笑顔でいるし、笑顔でいないといけないっていうところですごくやっぱりあの表情に張りが出たり、肌に張りが出たりとかしてるっていうのがありますし、やっぱり子供から、あの 若さをねやっぱもらえてるっていうのが、まあ、冗談じゃなくて本当にそうなんかなというふうに思いますうんやっぱり同い年の人とかにあの会ったりとかしますけど同級生とか同窓会とかでやっぱりあの会社勤めとかそういう人はやっぱあの給料はやっぱいいかもしれないですけど顔がねやっぱ偉そうだなちょっとシワの感じとか目のクマの感じとか、うん、ちょっとやっぱあの 無表情、基本無表情で、まあ笑顔はあるけども、やっぱ多少なんか影があるとか偉そうな感じ、全員じゃないんですけどね、うん、そういう感じがあるなってことを思うので、やっぱりそういうね、あの、いつまでも生き生きいられるっていうような感じで、えー、考えると、あのずっと若くいられること、 す、うん、すごくいいいここととだなっててを思いまま話していきましきた、ねえー、学校や教師という立場を使ってやりたいことができるということ、ねえー、若手でもベテランに混ぜれる部分があるということ、えー、ずっと若くいられるということこれらはあの教師のやりがいとして、えー、一つ大きなものになるんじゃないかなというふうに思いますのであのー、まあ 教師どうしようかなっていうふうに悩んでる方、ぜひこれらもメリットだなっていうことを思って、まあ、続けてもらったり、あのー、あ、やっぱりやってみようかなっていうことを感じてもらえるといいかなっていうことを思います。ね <laughs>、あんまり差しにならないかもしれないですけど、こういうメリットもありますね。はい。なので、えー、ぜひまたこれからも頑張っていただけたらと思っております。えー、放送を聞きまして、あのー、あ、 確かになと思ったりとか、これもあるよという方はぜひ、あの、高評価だったり、えー、いいねボタン、高評価といいねのボタンは同じですね。<laughs> あの、押してもらったりとか、コメントいただけると嬉しいです。えー、また聞きたいなと思った方はチャンネル登録していただけると大変励みになりますので、またよろしくお願いします。ありがとうございました。ではまた。